それではスクラップです。体重を乗せるものをフラップ、体重を乗せないものをスラップと言います。それでは練習をしていきましょう。まずは前のチップだけを使ってブラッシュから、せーの、ブラッシュ、もう一度、せーの、ブラッシュ。そして次は体重を乗せないタッチになります。では行きましょう。せーの、ブラッシュ、タッチ、もう一度、せーの、ブラッシュ、タッチ。それでは横からも見てみましょう。せーの、ブラッシュタッチ、もう一度、せーの、ブラッシュタッチ。リズムをスイングに変えていきましょう。せーの、ワン、もう一度、せーの。では横からも見てみましょう。せーの、もう一度、せーの。スラップの注意するポイントなのですが、ついつい体重を乗せない方がいいと分かっていても軸がブレてる方がいるので、これがブレないように軸にしっかり乗ってスラップ、ブレないように気をつけて練習をしてみてください。